前回の超わかる高校数学は、自然数の条件を求める問題は、分子からルートの外に出せるものを出した後、分母は消したい、分子はルートの外に出したい、この考え方で値を決定しよう。次の問いに答えてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。この問題のポイントは、ルートイコール自然数からスタートしよう。まずは余式を自然数 m とする。両辺を2乗して整理すると、2乗引く2乗の形ができるから、因数分解するとこうなる。ここで n と m は自然数だから、括弧内はどちらも整数。つまり整数×整数イコール55となる組み合わせを考えれば OK。 さらに m プラス 3n は正だから、マイナス×マイナスイコール55の線はない。そして m-3n よりも m プラス 3n の方が大きいから、考えられる組はこうなる。それぞれ連立方程式を解けば、 n は1と9が答え。ルートイコール自然数からスタートしよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。